返信フランスカフカ前回の続きからですすぐ開けますよちょっと体の具合が悪いんですめまいがしたんですそれで起きることができませんでした 今もまだベッドに寝ているんです。でももうすっかりさっぱりしました。今ベッドから降りるところです。ちょっとご辛抱ください。まだ思ったほど調子がよくありません。でももう治りました。病気というものはなんて急に人間を襲ってくるものでしょう。昨夜べはまだ全く調子が良かったんです。 両親がよく知っていますでももっと正確に言うと「夕べすでにちょっとした予感があったんです」「人が見ればきっと私のそんな様子に気がついたはずです」「なぜ店に知らせておかなかったんでしょう」「でも病気なんて家で寝ていなくっても治るだろうと」といつでも思っているものですから支配人さん 両親をいたわってやってください。あなたが今私におっしゃっている避難はみんな言われがありません。これまでにそんなことは一言だって言われたことはありません。あなたはおそらく私がお送りした最近の注文書類をまだ読んではおられないのでしょう。ともあれこれから8時の記者で商用の旅に出かけます。 1> 1時間休んだので元気になりました。どうかお引き取りください。支配人さん、私はすぐ自分で店へ行きます。そして、すみませんが、どうか社長にこのことを申し上げてください。そして、グレゴールはこうしたことを、急いでしゃべりまくり、自分が何を言っているのか、ほとんどわからなかったが。 きっとベッドですでに習いを覚えた練習のおかげだろうかたやすくダンスへ近づいてそれにすがって起き上がろうとした本当にドアを開け本当に姿を見せて支配人と話そうと思ったのだった今こんなに自分に会いたがっている人たちが自分を見て何というか 彼はそれを知りたくてたまらなかった。もし彼らがびっくりしたならば、もうグレゴールには責任がないわけで、落ち着いていることができる。ところでもしみんなが平気でいるならば、彼としても興奮する理由はないし、急げば8時には本当に駅へ行けるはずだ。最初彼は2、3回。 すべすべしたタンスから滑り落ちたがついに最後のひととびをやって立ち上がった下半身の痛みは燃えるようにいたんだがもう全然気にもかけなかった今度は近くにあった椅子のもたれに体を倒し小さな足を使ってそのへりにしがみついた。 それによって自分を抑えることができたのでしゃべることもやめたというのは今では支配人の言うことに耳を傾けることができるようになっていた息子さんの言われることが一言でもわかりましたかと支配人は両親に尋ねた「我々をバカにしているんじゃないでしょうね」 とんででもないこととす。と母親はもう泣きながら叫んだ「あの子はきっと大病なんです。それなのに私たちはあの子を苦しめたりしてグレーテグレーテ」と母親は大声で言った「何?」と妹が別の側から叫んだ。 両方はグレゴールの部屋越しに言葉を交わしていたのだ「すぐお医者様のところへ行っておくれグレゴールが病気なんだよグレゴールが今喋ったのを聞いたかい」「ありゃあまるで獣の声だった」と支配人が言ったがその言葉は母親の叫び声に比べると。 目立って低かったアンナ、アンナと父親は玄関の間越しに台所へ向かって叫び手を叩いたすぐ鍵屋を呼んできてくれすぐさま二人の娘はスカートの音を立てながら玄関の間を駆け抜けていった った妹はどうやってあんなに早く服をつけたのだろうそして玄関のドアをざっと開けたドアの閉じる音は全然聞こえなかった二人はきっとドアを開け放しにしていったのだ大きな不幸が起こった家ではそうしたことはよくあるものだ だがグレゴールはずっと平静になっていたそれでは人々はもう彼が何を言っているのか分からなかったのだ自分の言葉ははっきりとさっきよりもはっきりとしているように思えたのだがおそらくはそれは耳が慣れたためなのだろうそれにしてもともかく今はもう彼の様子が 普通うでないということはみんなも信じており彼を助けるつもりでいるのだ最初の処置が取られた時の確信と冷静さとが彼の気持ちをよくした彼はまた人間の仲間に入れられたと感じ医師と鍵跡とをきちんと区別することなしにこの両者から 素晴らしく驚くべき成果を期待した差し迫っている決定的な話し合いのためにできるだけはっきりした声を準備しておこうと思って少し咳払いしたがとはいえすっかり音を抑えてやるように努力はしたおそらくこの物音も人間の咳払いとは違ったふうに くだだろうと思われたからだった。からっ彼自身それを判断できるという自信はもうなくなっていたその間に隣室はすっかり静まり返っていたおそらく両親は支配人と一緒にテーブルのところに座りひそひそ話をしているのだろう それともみんなドアに身を寄せて聞き耳を立てているのかもしれないグレゴールは椅子と一緒にゆっくりとドアへ近づいて行きそこで椅子を離しドアに体をぶつけてそれにすがってまっすぐに立ち上がった小さな足の裏の膨らみには少し粘るものがついていたからだ そしてそこで一瞬の間これまで骨の折れた動作の休憩をしたそれから鍵穴にはまっている鍵を口で回す仕事に取り掛かった残念なことに荒らしいものがないようだったなんですぐ鍵をつかんだらいいのだろうかところがその代わり 顎はむろんひどく頑丈でその助けを借りて実際に鍵を動かすことができたが疑いもなく体のどこかを傷つけてしまったことには気づかなかった傷ついたというのは褐色の液体が口から流れ出し鍵の上を流れて床へ滴り落ちたのだった さあ,あの音が聞こえませんかと電室の支配人が言った「鍵を回していますよ」その言葉はグレゴールにとっては大いに元気づけになっただがみんなが彼に声援してくれたっていいはずなのだ父親も母親もそうだ グレゴール、しっかりがんばって鍵にしっかりとつかまるよ」と両親も叫んでくれたっていいはずだそしてみんなが自分の努力を緊張して見守っているのだと思い描きながらできるだけの力を振り絞って気が遠くなるほど鍵にかみついた。 柿の回転が進行するにつれ彼は柿穴の周りを踊るようにして回っていった今はただ口だけで体をまっすぐに立てていたそして必要に応じて鍵にぶら下がったり次にまた自分の体の重みを全部かけてそれを押し下げたりした。 とうとう開いた鍵のパチリという澄んだ音が夢中だったグレゴールをはっきり目覚ませたほっと息をつきながら彼は自分に言い聞かせた「これなら鍵屋はいらなかったわけだ」そしてドアをすっかり開けようとしてドアの取っ手の上に頭を乗せた 彼はこんなふうにしてドアを開けなければならなかったので本当はドアがもうかなり開いたのに彼自身の姿はまだ外からは見えなかったまずゆっくりとドア板の周りを伝わって回っていかなければならなかったしかも部屋へ入る前にどさりと仰向けに落ちまいと思うならば 用心してやららなななければならなかった。彼はまだその困難な動作にかかりきりになっていて他のことに注意を向ける暇がなかったがその時早くも支配人が声高く「おお!」と叫ぶのを聞いた。 まるで風が騒ぐ時のように響いたそこで支配人の姿も見たがドアの一番近くにいた支配人はぽかりと開けた口に手を当ててまるで目に見えない一定の強さを保った力に追い払われるようにゆっくりと後じ去りをしていった母親は 支配人がいるにもかかわらず、夕べから解いてある逆立った髪のままでそこに立っていたが、まず両手を合わせて父親を見つめ、次にグレゴールの方に二歩進み、体のまわりにパッと広がったスカートの真ん中に、へなへなと座り込んでしまった。顔は胸へ向かってうなだれており、 全く見えなかった父親は敵意を込めた表情で拳を固めまるでグレゴールを彼の部屋へ突き戻そうとするようだったそして落ち着かぬ様子で今を見回し次に両手で目を覆うと泣き出したそこで父親の頑強そうな大きな胸が。 ちるえのだったグレゴールは向こうの部屋へは入っていかずしっかり陰金をかけてある輪板に内側から寄りかかっていたので彼の体は半分しか見えずその上に乗っている斜めにかしげた頭が見えるのだった彼はその頭で他の人々の方を覗いていた。 その間にあたりは前よりもずっと明るくなっていた通りの向こう側には向かい合って立っている限りなく長い黒灰色の建物の一部分がはっきりと見えていた病院なのだその建物の前面は規則正しく並んだ窓によって ぽかりと穴を開けられていた雨はまだ降っていたが一つ一つ見分けることのできるほどの大きな雨粒で地上に落ちるしずくも一つ一つはっきりと見えたテーブルの上には朝食用の食器がひどくたくさん載っていたというのは 父親にとっては朝食は一日の一番大切な食事でいろいろな新聞を読みながら何時間でも引き伸ばすのだったちょうど真向かいの壁には軍隊時代のグレゴールの写真がかかっている注意の服装をしてサーベルに手をかけのんきな微笑を浮かべながら 自分の姿勢と軍服とに対して見るものの敬意を要求しているようだ玄関の前通じるドアは開いており玄関のドアも開いているのでドアの前のたたきと建物の下へ通じる階段の上の方とが見えたそれでは グレゴールは言ったが自分が冷静さを保っているただ一人の人間なのだということをはっきりと意識していたすぐ服を着て商品見本を荷造りし出かけることにしますあなた方は私を出かけさせるつもりでしょうねところで支配人さんご覧の通り私は頑固じゃありませんし 仕事は好きなんです。商用旅行は楽じゃありませんが、旅行しないでは生きることはできないでしょうよ。ところで支配人さん、どちらいらっしゃいますか店ですか万事をありのままに伝えてくださるでしょうね。誰だってちょっとの間、働くことができなくなることがありますが、そういう時こそ、それまでの成績を思い出して、 その後で障害がのぞかれればきっとそれだけ勤勉にそれだけ精神を集中して働くだろうということを考えるべき時なのです私は実際社長さんをとてもありがたいと思っていますそれはあなたもよくご存知のはずです一方両親と妹とのことも心配しています私は板挟みになっているわけですが きっとまた切り抜けるでしょう今でも難しいことになっているのにもうこれ以上私の立場を難しくしないでください店でも私の味方になってくださいませんか旅回りのセールスマンなんて好かれませんそれは私にもよく分かっていますセールスマンはしこたまもけてそれでいい暮らしをやっていると考えられているんです そして現実の姿もこうした偏見を改めるように促すものでないことも私には分かっています。でも支配人さんあなたは他の店員たちよりも事情をよく見抜いておられます。いやそれどころか内緒の話ですが社長自身よりもよく見抜いておられるんです。社長は事業主としての立場があるため。 判断を下す場合に一人の使用人にとって不利な間違いを犯すものなんです。あなたもよくご存知のようにほとんど一年中店の外にいる旅回りのセールスマンは駆け口や偶然やいわれのない苦情の犠牲になりやすくそうしたものを防ぐことは全くできないんです。というのもそういうことの多くは 全然耳に入ってこずただ疲れ果てて旅を終えて帰宅した時にだけ原因なんかもう分からないような悪い結果を自分の体に感じることができるんですからね支配人さんどうかお帰りになる前には少なくとも私の申し上げたほんの一部分だけでも「もっともだ」と思ってくださっていることを見せてくださるような言葉を 一言おっっしゃってください「だが支配人はグレゴールの最初の言葉を聞くと早くも体を背けただピクピク動く肩越しに唇をそっくり返らしてグレゴールの方を見返るだけだった」。